どうも PO25 です。というところで本日もやっていきましょう、プロスペースみたいなヤクルトペナント、またもなお勝つたびに選手を追加することができるペナント。本日は6月の10日交流戦ソフトバンク戦になりますね。現状、ヤクルトは28ゲーム差をつけられて最下位、借金34の11連敗中というところで、なぜか野手はしっかりしているにもかかわらずここまで負けてる理由、それはねもう明白なんですよね。投手陣があまりにも足りなすぎるというところになります。そんなね足りない投手陣、さらに追い打ちをかけるかのような情報が我々に入ってきました。大西さんがですね肩関節芯損傷で今シーズン絶望の怪我をしましたやべえって。大西さんここまで30試合ぐらいに登板してまして、もうだいぶ登板重ねていたんですけれども、とうとう壊れてしまいました。申し訳ないという感じでございます。なので今日は勝ってねピッチャー陣をどうにか追加したいと思っているわけでございますが、前回の動画で私言ってしまったんです、監督試合だったら絶対勝てるからもう次からは通常試合に戻しますって、通常試合やっていきますどうなんだろう。さあ相手はソフトバンクというところで、つい先日までね、奥越えプレイヤーのいないソフトバンクペナントってやってましたが、あの時は奥越えプレイヤーがいなかったわけです。今回奥越えプレイヤーがいると。相手は石川修太さんでございます。はい、そしてうちは奥川くんというところで、奥川くんねスタミナ満タンなので今日は長いイニングぜひとも投げてほしいと、その他のメンバー、マクガスさんが怪我をしているという状況ですので、みんな疲労がやばいと。これ下手したら吉田大輝さんあたりが中継ぎやる可能性も十分あります野手ですね、内山くんが絶不調、そうするとキャッチャー変わりますね。どうしよう、キャッチャーが高い方がスタミナが減らないので島さんとかもありなんですけど、ただどうしよう、島さん行こうか、今日キャッチャー C に頼りましょう。でそうだね、他のオーダーはこれでいいのかな。右なんでそうですね、赤羽くんをどうするかぐらいですか。あとは並木さんでもいいけど、とりあえず赤羽くんでいいか。このオーダーでいきますか。で、相手が、強力と。しかも相手の漢字多くね。なんか、すげえ相手の名前、オーダーの名前の漢字の多さの威圧感やばいんですけど、やっていこうと思います。いきましょう。スタートです。やっていきましょう。ちょっとね、勝たなきゃいけないという状況の中で、ソフトバンク。何名かの選手は、前回一緒にペナントやってましたので、分かる分には分かる。対するスワローズの先発は、ただ他のメンバーもいますから、石川修太さんは使ってなかったですね。ただパワーカーブとストレートっていうところを気をつければどうにかなるかなと。2勝5敗 3.74 ですから、今シーズンねそんなに良くなかったというところで能力も低めでしょうし、どうにかなる。さあ行きましょう。さあ頼むよ、孝太郎さん。1番2割5分6厘、いいですね。スプリットが、なるほど、あんま落ちないと。さあここはヒットで出塁、よいしょ、よし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 、続いた。ギータがセンターね。よーし。さあチャンス。これでさ、三冠を打ちました。もうすでに2桁打ってると。最初からいなかったのに誰よりもホームラン打ってる今。すげえな、さすがだよ。ここでも一発狙いたい。ナチュラルシュートしたから。相手オーダー、マッキーが状態悪いですね。これでかいな、ギータやべえな。なるほど。さあ奥川君よろしく。1勝7敗 7.26 と、なぜこの成績なのかもうちょい良くてもいいだろうと。投手ではない。本調子じゃないんじゃないの、それ打てんの。絶対今の2号じゃおかしいじゃん。よーし、ただ期待はしてないと言ったけど打てないと言ってないからね。よーし、ギータだから止まりましょう。うまいんじゃない。どう、三森さん、よしよしよし、落ちた。よし、三森さんレフトやってるのおかしいでしょ絶対セカンドの方がいいわ。いいんじゃない、ナイモッチ素晴らしい。もう一人かよ、グッチ頑張れ、グッチ頑張れ。よし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 、三森さんに、なんでそれを運べんの、意味が分かんないって。スラーブ、
ちょおかしいおかしい、さすがにベストピッチストレートインハイおかしいよそれは。しかも今シーズンまで1本も打ってないマッキーがおかしいから。甘いやー、ちっちゃ真ん中入っちゃって失投投げちゃったよいやまあこれはしょうがないわ。ただ他2つはマジで説明できない。5回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは村上。今日はよっしゃー本来他の2打席もこれできてなきゃダメなんだけどな。完璧に捉えました。よし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 。石川降板、津森さんに変わるのか。やだな、どっちもナチュラルシュートじゃん。投げました、打った。いやあ、ぐしゃって音が聞こえたもん。しょうがない。よいしょ。おいしょ。よしよしよし。よいしょ。ストレート狙い。走る。よーし。ナイス、幸太郎さん。坂口、今日3安打。スワローズ追加点のチャンスを迎えています。あ、グッチダッシュ、大丈夫だ。よしよしよし、1点取った。でかいですね、グッチのベテランの仕事。第6球を一塁ランナー自動よっしゃー、いいねどこまで行くこれ。もうちょっと期間が厳しいんだよな。3点リードは変わりません。ナイスピッチャー。よし、投げました。お、いいんじゃないですかこれいいよ島さん、ナイスマッチ。いや今日2安打だ島さん。これキャッチャーとしても仕事してるだろうし。さあチャンス。あ、でディフェンスポイントだからこれ打ち取ってもしょうがねえわ。むしろ点取らなきゃまずいやった。よし、ギリフライゴーもらい。オッケー、よしよしよし。まあまあまあ、これはいい、これはいい。よしよし、ピッチャー一つ取ろう。オッケー、これゲッパー、ラストバッターかな。やっちゃったな。勝てば先発が手に入ることを信じていきましょう。吉田大輝さん、お願いします。よし、オッケーオッケー、本山さん。危なー、ちょっと緊急中継ぎ当番。これどうしよう、抑えライアン行こうかなよし、力投型のカットボーラーよーし、グッチ今日4安打だな。8回の裏、3点を追いかけますホークスの攻撃。先頭初球から打てた。ダメか、うわー、勇さん出しちゃった。あ、ただ一塁ストップ。甘い、あっちゃー、あっちゃー1点差だよね。どうしよう、おかしいものだって。そのおっしゃー危な、危な、抑え誰で行くんだよ、石山さんか。あー、コトロさん、ナイスプレー。よっしゃー、セカンドゴロか。打順が 3-4-5 なんだよな。多分 2-3-4 が一番やべえラインじゃん。とりあえず石山さん最後行きますか。怖いんだよね、石山さん、なんかあんまり合わないんだよな。外角低め外れて、もう総力戦だよ、もうライアン頼むよ。抑えのライアンとか嫌な思い出しかないけど。よし、並木さんが よし、もう三塁はしょうがないわ。スワローズなおもピンチが続きます。ランナー2人を置いて迎えるバッターは栗原。スワローズここは外野フライも避けたい場面です。ランナースタート、投げた、危ない球。まあいいか、勇さんに正木さんだもんね。歩かすか。ここで申告敬遠を選択。バッターは一塁に向かいます。今日3本のヒットを放っている野村。な、3本のヒット放ってるのかい。第9、もう第2球、
投げました。ストライク。第3球を投げました。めっちゃこれは強烈。サヨナラか、サヨナラか。入った入った。サヨナラ。なんで。逆転サヨナラ。満塁ホームラン。やっちゃったよもう。どうだったでしょうか。完璧に捉えられました。小川がっくりとうなだれます。ライオン悪くないわこれマジで。もうなんでサイドシフトを投げちゃったんだろう。さて本日のヒーローは野村。本当に今日はピッチャーがいないんだもん。どうすんだ明日の先発。敗戦投手は石山。スワローズなんとも後味の。どうすんだ明日の先発マジで。もおいおいとんでもねえホームラン数打たれてる。あー奥川くん対左 D になった。やった。うわー何じゃこりゃ。勝てんのかこれ。ちょっと一旦大幅の休み欲しいな。どうすんだこれ。いや吉田大輝さんじゃねえかよ先発。やべえってお前。いやミキサーするか。いやーでもピッチャーにはもうミキサーにかけれないから。野手でも野手もようやくこうメンバー揃ってきたところだったんだよな。ミキサーかけるにもちょっともったいないしな。いやーこの厳しい状況。交流戦が明けて確か数日休みあるよね。そうだね。もうこれが交流戦ラストのカードだったのか。でここでちょっとチームが立て直しに入れる状況になるのか。よしじゃあここでどうにか立て直しましょうというところでありがとうございました。チャンネル登録の方もお待ちしております。いやすごい熱い試合を見せてしまいました。ありがとうございました。ではバイバイ。